中野区立、桃隆小学校は、東京都中野区中野3丁目にあった、公立小学校。2008年3月をもって並行し、東園第3小学校、中町小学校とともに、新設の東華小学校に移転、統合した。学校跡地は改築され、2011年10月に、中野漫画アートコートとして再オープンしたが、2016年8月に、 運営元の学校法人体験学園について複数の重大な違反行為が判明したとして中野区が契約を解除した。しかしその後も体験学園側が施設を占拠し続けたため同年10月に中野区は体験学園に対し明け渡しと損害賠償を求める訴訟を提起した。これに対し体験学園側は賃借権の存在確認訴訟を 提起したことで問題が表面化。結局10月15日以降に予定されていたイベントはすべて中止となり、施設は事実上閉鎖された状態となっていた。訴訟は翌2017年1月に開始され、同年4月に中野区が体験学園側に和解金を払うこと等の条件で和解が成立した。校舎は同年8月27日、 さよなら旧東急小学校と題した午後の4時間のみの一般開放の後、解体された。今後中野駅前の再開発に合わせ、拠点施設の建築が予定されている。最寄り駅、ありがとうございます。